新型コロナウイルス感染防止に役立つ製品を宮崎市の企業が開発しました。宮崎市のナップ、立体型のポップなど様々な広告物の制作を手掛けています。そんなこちらの会社が開発したのが飛沫感染を防止するパーテーションです。こちらの窓はどういう役割があるんですか？需要が最初多かったのが薬局店さんとかに向けてということで、はい、薬袋とか、はい、そういった書類のやり取りとかそういったものが多いということから、はい、この間口の大きさになったと。ここをもちろんなくすことは簡単にできますので。コールセンターなどからも問い合わせが多いという飛沫を避けるパーテーション、開発のきっかけは、私どもいろんな加工を行う会社でもあるんですけれども、アクリルを切ってくれ、もしくはこのパーテーション自体の図面を描いてくれという仕事を受けておりました。そうした中でアクリルがメーカーさんから手に入らないという情報が入ってまいりました。新型コロナウイルスの影響で品薄になっているアクリル板、手に入らないのなら自社で持っている材料や技術を生かそうと、軽くて比較的丈夫な発泡ボードとビニール系の透明な板を使い商品を開発。軽くて持ち運びがしやすく3500円と手頃な価格が特徴です。さらにでストーンとこに入れて、はいはい、これで以上でございます。完成。あ、はい、組み立てに1分もかかりません。自社の技術を生かして開発したオリジナル商品、今後は今後もですね、まあこういった商品を作っていきます。多品種総ロット対応できるということで、幼稚園さんとかからもお声がありまして、この高さ自体を小さくとか、まあ、そんなこともですね、はい、対応できればと思っております。新しい生活様式に対応する商品の開発が今後ますます増えていきそうです。